はいさーい、はい、今日はね、あの世界一美味しい味噌汁を作る。味噌汁おう楽しみだ。とりあえずメンバー、よしおっき、はるおっき、336。朝で潮が引いてるんで、うん、これを狙うしか立たなくて、もういますか皆さん、これこんな朝早く潮干狩りで、さらにこの雨、うん、もう雨の時点で中止にするべきなんだけど、あの我々は空いていく、うん、彼もまさかの雨の日に来ると思ってないから油断してるから、油断してる、うん、もうパカーって開いてる。俺前回潮干狩りに使う、まずあの熊の手なんて言うんでしょうね、あれね、あの潮干狩りに使うあのウルバリン、ウルバリン、うん、あのバルログ、バルログ、まあ分からないけどね、とりあえずあれを貝ので、バケツ、軍手、軍手、チリ袋、チリ袋、そうチリ袋大事。まずね、潮干狩り必要なの何、うん、まずね爪ね、はい、これこれ買おうと思ったんですけど、やっぱ店員さんにこれよりもっといいのがあると、店員さんも人差し指をこうやって久々にこれピッピピッピの指を振ると思ったらこれね、こちらこれ、この網があることによって砂も一緒にかき分けるっていうか、あの砂も一緒に、そうだね、そう粗い砂もこれでゲットできるよっていう、そうそう、小石とかも使えるしね、だからこれでね、あの甲子園の砂持ち帰る時もね、これ使えばね、いやいや使うでしょこれは、いい感じであの砂も拾えると思う、砂取るわ、負けること前提でしょやろこれ持ってたらそう、負け前提でね、甲子園の砂をこれで、そしてセクシーであるこれ、セクシー、ストッキングを、ストッキングと思わせるね、あのドキドキ、男子ホイホイを別にそこまでドキドキしないんだよそして皆さん、ここまでドキドキ、やっぱりねこちら、やっぱバケツ必要だから、そうだね、うん、やっぱあの貝って茶色だったり黒だったりするから、うん、こういう明るい色がいい、あのおすすめです。あと一番大事なのが、うん、こちらこれ軍手、軍手ですね、軍手ですね、うん、見てこのもう潮干狩りで食っていくレベルの数、業務用、業務用ね、以上、はい着きました、はい、5人カッパね誰もいない、見て、潮干狩り見て、屋根に来たら誰もいない、ほら、しかも完全に引いてない、ドン引き、はい、はい、皆さんこれ分かります、分かりますかね、この潮干狩りの石、石の裏にあの貝がいるんですけど、貝がこの貝、うん、何これ、これ、これチンボーラーって言って、チンボーラー、チンボーラーさん、湯がいたらこの蓋がちょっと今蓋閉まってるでしょ、ちょっと緩くなるから、それを爪楊枝とかで刺して、あの引っこ抜いて食べるんですよ。とっても美味しいです。これもずくですね。もずくでしょ。もずくだよ。もずくの死骸ですね、これ。こうやって、こうやってね、やるとこう、この中にいますから、ほら。そうだね。いました。おお。こちらがね。おお。あのアサリです。美味しい。ゲット。やった、楽しいこれ。こうやってね、こうやったらね、あのこう。戻すことが大事ですね。よっしゃ、モチベ高すぎたな。犬かけ本気だし。よっしゃの本気。よっしゃの本気。やった。この後仕事である。よっしゃ、この後仕事である。でもゲット。でけえべ。結構でかいね。俺に似てるだよ。見てはいないな。だいぶもう結構でかいな。何これ？皆さん見てください、これ。貝と思いきやの、まず表して。おお、すごいすごい。おお、すごいすごい。なんか、おお、すげえすげえ。これ毒じゃなかった？これですね。すごくない？面白い。これなんて貝？マツサラホンがいいんじゃん。わからんさか貝かな、サラホンがよ。触ってみて、ちょっと。手開こう、手開いて。危ないよ。なんでか？わからん。どっからわけ？わからん、わからんから、わからんから、わからんから、触らんって、わからんさ、いや、ダメでしょじゃあ、これが見つかってないとして、ジョイ、名前は、はい、これこれ一応、アサリと思って取ったから、うん、ポコーだね、あの、じゃんけんで負けた時なんか、じゃんけんポン、ポコーってじゃんけんポン、ポコーポコーって言うか、いかがだろポコーって言うか、いかあ、勝った勝った勝った分からん、分からん、生きてる、はい、じゃあ、待って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 んお前、お前、お前、一番でかい、じゃあ、違う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 、じゃあ、持ってこい、ジョイ、生きてるかも、ジョイが何、ナンバーワン、待って、ジョイがナンバーワン、はい、じゃあ、ジョイがナンバーワン、はいプゲラ待って、これ、これのサイズ、これ、これ生きてるか分からん、持ってみ、持ってみ、じゃあ、生きてる、じゃあ、持ってるか、持っても分からんさ、中開い、中開い、待ってよ、蹴
った今蹴った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 。じゃあ俺のもチョポチョポがなるんだけど。チョポチョポ。ん？なんか手で開く。はい。さあ何これ外れ？外れだろ。完全に外れだろこれ。雑魚。雑魚い。あこんな外れもあるわ。さっきジョイのね一番チャンピオンのサイズ、残念ながらモルケの殻取ったのにモルケの殻っていうモルケの殻空っぽでさっきこれも見つけたんじゃない見てこれだこれこれ絶対いるでしょこれ見たことない貝だとしたら名前何するじゃんあエラ貝なんこれ野生の野生のグミ野生のグミが野生のグルコサミン色これこれなんうわはい、今日の釣果今日の釣果、まずこいつからまずはこちら大丈夫かこれ食える食えるか食えるかこれなんか不安だから、それこいつ返すか これは返した方がいいなこれ返すか返そうだから、うん、リリースねリリースねこいつリリースこいつ生きてるかアサリアサリが7 7匹でどうしよう生きてるわこれチンボーラーが、うん、20個ぐらいまあ、これも食べ方がいいやこれも返そうこれも返そう、うん、これ返そうこれ怖いな食べれるかどうかカニ、うん、は、うん、ちょっと危ない危ないさあねこうなってますねこれカニはいこれで今から味噌汁を作ります主人公入れます、うん、メインですからメイン少しずつ溶かされていく味噌カイジここでねそろそろ秘密できるちゃうHa ha 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 ha!